堂本光一、ミュージカル、チャーリーとチョコレート工場、二次審、一番いい出来なんじゃないかな。キンキキッズの堂本光一が8日、東京、帝国劇場で行われたミュージカル、チャーリーとチョコレート工場、の公開ゲネプロに参加した。9日から東京、帝国劇場を皮切りに全国3都市で上演される今作は、1964年の出版以来、長きにわたって愛されるロアルド・ダールの原作小説、チョコレート工場の秘密をもとに、2013年6月にイギリスで誕生したミュージカルの日本版を初演となる。初日直前のタイミングで報道陣の取材に対応したウィリー・ウォンカ役の堂本は、あと稽古が1ヶ月欲しいです。あっという間に初日を迎えてしまう、と笑いつつも、チャーリーとチョコレート工場のミュージカル版は世界中でやられているけど、一番いい出来なんじゃないかなと思っています、と手応え十分。トリプルキャストでチャーリー・バケットを演じる小野大輔も、今年一番の作品になるように頑張ります、とフレッシュに意気込んだ。バケット夫人役の水木有沙は、見ているこっちが楽しくなる舞台。舞台装置もすごいですし、歌もいい、衣装もとても可愛いメルヘンな世界観なので、ぜひ楽しんでいただけたら。ジョージーちゃん役の小坂井和樹も、映画や小説でご存知の方でもうわっと思わず声が出てしまうようなセットだったり、スタッフさんの努力の賜物な瞬間があります、とアピールした。豪華キャスト陣が一堂に会した会見、ラストに堂本は、素晴らしい作品が生まれようとしていると感じています。これから公演を重ねて、さらに良くなっていく。お客様と共に、チャーリーとチョコレート工場の旅をして、時間を共有していきたい、と話していた。